この物語の主人公、つよし。彼の DTM への旅は、あまりお金はかけられない貧乏生活からスタートしました。初めての DAW ソフトは無料のもの、それが、リーパーの使用版でした。つよしは、初心者の道のりを照らすべく、このリーパーを使いながら解説サイトを立ち上げることにしました。無料で手に入る DAW ソフトはそんなに多くはなく、つよしと同じようにリーパーを試していた人は意外と多かったのです。サイトは次第に人気を集め、その閲覧数は日に日に増え続けました。だけど、つよしが実際に曲を作る技術はまだまだ未熟。ちょぼちょぼのギター演奏の録音が精一杯。そんなつよしがスキルアップを図るために始めたのが、中古で手に入れた音響機材を駆使したミキシングや録音。友人のミュージシャンのライブのサポートに回り、知識と技術を増やしていきました。最初に少し本格的に買った録音機材は、Zoom という会社の R16 という MTR 兼オーディオインターフェース。100以上のライブ録音で経験を積んだのです。そしてつよしの日課となったのが、ネットで無料の VST プラグインを探すこと。ただし、無料といっても質の良いものを見つけるのは至難の業。つよしが頼りにしたのは、フリープラグインの情報が集まるサイトでした。しかし、サウンドの世界は深い。つよしが理解できたのはリバーブとイコライザー程度だったのです。コンプレッサーが何をするものかもわかりません。また、自分が触ったことのあるグラフィックイコライザーのような VST プラグインを探すために、つよしは日々奮闘しました。グラフィックイコライザーだけが EQ と思っていたのです。それらのプラグインについての知識は、まだまだ浅かったのです。つよしの運営するなんちゃって解説サイトでは、無料プラグインのこれがいいと見つけたものを、自慢げに推薦していました。でも、これもまた彼の学びの過程。リバーブとエコーの違いすら曖昧なまま、つよしは自分なりに理解したことを発信していました。今となっては、つよしは当時の自分の未熟さに苦笑いしています。その当時、何万人もの人々がサイトに訪れ、その成長を見守ってくれました。見守ってくれたといえば格好はいいけれど、騙されたと言えるほど無知だったように振り返ります。でもそれがつよしの自信につながり、DTM への道を突き進む原動力となったのかもしれません。皆さん知ったかぶりしていました。ごめんなさい。そして、ある日つよしは、今は閉鎖した懐かしのリーパーサイトのホームページの HTML ファイルを見つけました。そこには、若かりし日のつよしが自慢げに掲載していたなんちゃって DTM 解説が残っていました。これぞ青春の一コマ、今思い出しても、つよしの情熱と好奇心が伝わってくるでしょう。若さって素晴らしいですね。